というわけで、12月28日、ガンバレプロレス OG ベースメントモンスター大会のですね、アンジェラ・アミの対戦相手を探しに私は今、西川口にあります、アイスリボン道場の前に来ております。今日は興行を開催しているそうです。プロレス興行を開催しているということで、おそらく、今日ならば、たくさんのレスラーがいまして、非常にアンジェラ・アミ選手の、対戦相手にふさわしい選手が見つかるんじゃないかと、いうことでございます。道場に行っておそらく、まあ、人いるかわかんないですけど、ちょっと行ってみます。さあ、失礼します。はい。おお、あ、人がいる。あ、山谷さん、お疲れ様です。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 なんか久しぶりです。あ、はい、お久しぶりです。元気でした？あ、僕も元気でやってるんですよ。まあ、なんとか、まあ、大変ですけどね。はい、最近宮田さんも忙しそうだよね。あ、はい、いえいえ、とんでもない。お疲れした。あ、はい、また、はい、また、また何かあったらよろしくお願いします。あ、おお、ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。今、星ハムコさんじゃないですか、これ。ハムコさん。あ、今成さん。僕ですよ、僕。僕、今成さん。あ、俺何やってるんですか、今。ちょっと今。え、あ、ハムコさん、これって、あれじゃないですか。DVD。DVD、キラ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 。出しちゃいましたよ。出しましたね、これ。出しましたよ。あ、いや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 。これは今、え、何やってるんですか、これは。これは特典を。特典の、これ写真ですね。特典の生写真。そうです。これ写真 DVD 買ったら1枚ついてくるとかいう。そうですね、限定何名様かで。これなんで僕にね、はい、これ推薦文とか書いて、お願いしてくれなかったんですよ。ツイッターでいっぱい画像流しましたよ。いや、杉山博嗣さんなんかに100倍いい文章書きますよね。はい、本当ですか。木曽さんは、はい、今成さんがウォーミングアップ始めましたって。いやー、嬉しいなー。こんなところにハムコさん、ちょうどよく会えましたよ。いや、ハムコさんね、ごめんなさい、今ちょうどね、カメラ回してるのね、はい、アポなしで申し訳ないですけど、はい、映ってない。あのね、はい、僕今頑張れプロレスの、オファーをしに来たんですよ。はいはいはい。12月28日に王子大会ってのがあるんですけど、うんうん、そこでハムコさんに出てもらいたいんですよ。え、それがあのアンジェラ・アミちゃんって知ってます？あの神田アミを今ちょっとぽっちゃりアイドルにしようっていうね、はいはいはい、もっとそういうのをね、はい、堂々となんか胸張って生きようよみたいなそういうのをやってるんですよ。はいはいはい。その対戦相手をね、はい、壁が高い選手にしたいんですよ。こういう自信を持ってね、こういう DVD とかこういう DVD とかをなんか出してる選手がいい。いや、わー、かんこさん、いや、ぴったしだ。お願いします。もうほら、だってこんな豊満な、はい、ちょっとこれ、はい、あるじゃないですか。何、いや、すごい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 。いや、僕ね、このメガネ、はい、これメガネ、これアンジェラメガネなんですけど、え、なんだこれ。ちょっとかけてもらっていいですか。おお似合いますね。え、ハムコさん、本当ですか。はい、いや、だから本当にこの大会の、はいはい、メガネとぽっちゃりされてる方っていう部分で、うん、あと特にこのイメージ DV 出されてからね、非常に強烈な相手なので、うん、ちょっと12月28日ちょっと出ていただけないでしょうかね。っていうか、前ガンプロに参戦させていただいた時に、今成さんは人妻はダメだって言ったじゃないですか。いや、あれはちょっとなんか語弊があったっていうか、うん、その瞬間初めて知ったんで、ちょっと全然そういうなんかいきなりちょっとそういうあれが入っちゃったから。いや、っていうかもうダメって言われたので、私はもう、いやいや、機嫌損ねないでくださいよ。機嫌損ねますよ。いや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 、人妻はダメって。私は今成さんが大好きだったのに。うそー。はい、もうダメ。うわー、マジっすか。もうショックで。え、でも別に予定空いてるわけね、空いてるんでしょ。だってもうダメ、私の気持ちは変わらない。うわ、なんすかそれ。もう今成さんに言われた言葉がショックで、もう私は気持ちは変わりません。いや、お願いしますよ。無理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 、マジで。絶対無理。いや、これもう絶対嫌だ。これ絶対ダメ。
マジっすか。絶対無理。絶対無理。絶対無理。じゃあまあ次なんかあったらお願いします。無理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 。さよなら。いやいや、道場こんなにいきなりハムコさんいたんですけど全然ダメでしたね。いやー参ったな。俺ちょっと待って、今見ましたか。ちょっとあれやば、青木選手がね、なんか、あ、こんにちは今成さん。こんにちは。青木選手ですよね。はい、あ、どうですよ。すいません今僕、はい、いきなりカメラ持ってきちゃったんですけど。そうです、びっくりしましたよ。今ここで在庫の管理をしてたんです。在庫の管理って。そうですよ。え、はい、もうこれしかないんです実は。やばい。 DVD、 イメージ DVD 出した。そうです、出しました、出しました。見ます。ちょっと待ってください。俺聞いてないですよ。見てください。うわすげえ。結構ねこれしましたよ。頑張りましたよ。一発目のハッピーメーカー、いつでもどこでも笑顔をね、はい、ほとんど絶やすことがない天真爛漫ってね、はい、書いてありますね。すごいコンセプトの、はい、ちょっと待ってください。これもはい、これね標識、これカーナンバーのね、あれが胸に乗ってるんです。ナンバープレート乗ってますよね。乗ってます。いや、はい、これけしからんですよ。けしからんですか、はい、本当ですか。いや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 、聞いて、知らなかった。はい、そうなんですよ。ちょっとじゃあ葵さん、はい、ごめんなさい、このタイミングでなんなんですけど、はい、12月28日に、はい、頑張れプロレスが王子大会っていうのをやるんですか。あー、まあ近い。でも、12月28日、後楽園ホールが昼あるんですよ、アイスリボン。はい、大丈夫です。なんでですか。全然大丈夫。全然大丈夫。いやー、もうこれ全然大丈夫ですよ。全然大丈夫。いや、マジ大丈夫。マジ大丈夫、ね、はい。我々何ですか。我々夜開催なんですよ。夜、いやー、でもですね、ではですね、女子プロ史上初、昼のアイスリボン、夜の JWP で、同じメインイベントをやるっていうことがあるんですよ。で、藤本司対中島ありさん2回やるんですけど、はい、私その試合どうしても見たいんですよ。たとえガンプロさんオファーがあっても、いや見たいですよ。これちょっと何ですかこれ。そうですよ、そうです、まあ、これはだって用意してるんでしょ、はい、用意、はい、そうですよ。売店の準備してるんですよ、ね、売店の準備ですよ。そうですよ。え、じゃあいいじゃないですか。僕らのところもすごいスペース作りますよ。マジすごいスペースですか。でそういうもう6畳ぐらい、葵さんの新しいその生き方みたいなのを全面バックアップしたしてくれます。展開をしたいんですよ。いや、でもそこまで言われても、私はアイスリボン所属なので。いや、お願いしますよ。アイスリボン所属なので。いや、本当俺土下座しますよマジで。土下座なんて。いや、しつこい。いや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 、そう、しつこいですよね。断ってるのに。その日はアイスリボン所属選手みんなダメなんですよ。え、何それ。だってベルトが移動しちゃったらどうするんですか。それは確かに。あとベルトダッシュする瞬間を見たいじゃないですか。そうなんですよ、うん、大変だよ、ね、自分たちが試合に出るよりアイスリボンでね、みんなでね、うん、セコンドについてね、うん、藤本司を応援しなきゃいけないんですよ。そうなんです。いやいや、それでも自分たちこうやってイメージ DVD 出して、うん、さらにもうだってもう完売する勢いじゃないですかお二人とも。そうですよ。なんならぜひね、頑張れプロレスの会場でもう完売して絶対的なもうリリース出したいじゃないですか。どうですかそういうのとか。そういうのとかじゃなくて、そこまで言われて、でも私たちはアイスリボンが大好きなんです。アイスリボンが大事なんです。いや、ちょっと待って、アイスリボンに全てを捧げてるんです。ほら、全てを捧げてるんですよ。メガネもかけてるじゃないですか。私がアイスリボンに全てを捧げてるでしょ。今回のコンセプトはメガネ合うし、メガネハンコさんお願いしますよ。ダメなんですよね。ダメだもん、ダメダメなの、ダメなの、ダメ、絶対。ふざけんなよ、なんだよおい。もういいよ。うわ、じゃあもう帰りましょう。帰ろう帰ろう。いや帰るなよ。帰る帰る、本当に帰る、本当に帰るから。またね。なんだよおい。やめろ。いやいや、何これ、こんなもんまで用意して。いや、今絶対的にいいキャスティングができたはずなんですよ。いや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 、なんだよ、もう道場誰もいなくなっちゃったじゃないですか。いや、いや、やばいやばい。おい、ちょっと待てよ。なんだなんだ、おい、おい、なんなんすか、ふざけんなよ。なんすか、なんすか。メガネが似合って、はい、DVD も出してて、はい、アイドルレスラー、はい、私しかいねえだろうがね。ちょっと待って、やめてください。うっせんだら、うわー、こんなやろ、うわー、いって、いって、経費やれー、うわー、
いや、ちょっと待ってください。美和子さん、すごい、すっごい締まりました、今の。締まった？はい。ちょっと、いや、え、もしかして美和子さん、立候補してくれるんですか？はい、出てあげようじゃないか。おお、マジっすか。メガネ似合うじゃないですか。はい。いや、だったら出てくださいよ。なんで最初から言ってくれなかったんですか。はいはい。やった。はい、やった。マジ出てくれるんですか。はい、任せてください。はい。あ、じゃあ僕らのあのアンジェラみたい松本美和子、はい、決定でいいですか。はい、決定で、決定しちゃいましょう。わあ、すげえ、なんかすごいことになりましたよ。松本美和子ファーストイメージ DVD クレイジーハニー大好評販売中です。買ってください。はい、ラブリーブッチャーズ星ハムコ宮城もち初のイメージ DVD、 なんと本日先行発売開始いたします。ぜひぜひ皆様のお力を私たちにください。お買い求めよろしくお願いします。はい、気づきあうハッピーメーカー現在発売中でございます。いろいろな葵のシーンが見れるということで、じゃじゃん、ぜひぜひ皆さんお買い求めお願いします。なんとですね、葵から、直接買いますと葵から、プレゼントで生写真がなんと3枚もついてきますね。皆さん待ってますね。おやすみなさーい。